明けましておめでとうございます。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会阿蘇支部です。今日の料理は簡単大学芋です。今回教えてくださるのは村上さんです。よろしくお願いいたします。そして器はこちらです。阿蘇市内の巻にあります如月窯さんの作品をお借りしてきました。さあ今日は簡単大学芋ということですが、本当に簡単にできる大学芋を、はい、したいと思います、はい、ちょっとね、はい、お正月過ぎておせち料理とか胃がもたれているなっていう方でも、うん、そうですね、はい、簡単に、うん、そうですね、うん、まあ、ちょっとやってみようかなって多分思われるんじゃないかっていうぐらい簡単です。はい、はい、じゃあ早速作り方を教えてください、はい、お願いいたします。はい、まず芋の皮を剥いていきます。はい、立派なお芋ですね。そうですね、はい、あのもう地元で採れたお芋さん、はい、お芋ですので、はい、ちょっと、はい、そうですね。そしてどれくらいの大きさに、あ、もうあの一口大という形で切っていただくといいと思います。はい、切ってこれをですね、水にさらします。水にさらします。はい、でこれで一応15分、はい、はい、お水にさらしておきます。はい、そして15分さらしたものが、はい、さらしたものが、はい、用意してあります。はい、はい、はい、これを、はい、ザルに取ります。でこれ、はい、もうこれをですね、はい、もう油とお砂糖を一緒に入れます。揚げないんですか？揚げません。揚げない、はい、もう冷たいフライパンにまず油を、まず油、油、はい、はい、そして砂糖を、はい、ちょっと大学芋の常識、そうですね、もう本当に本当に簡単、私もあれした時はびっくりします。できるんだと思ってですね、はい、でこれを冷たいまま入れます。冷たいまま、冷たいままでいい、はい、で火をつけます。このまましばらく、ちょっと待ちます。はいはい、はい、なんか音がしてきました。はい、あ、はい、そうですね、はい、じゃあこれを弱火にします。弱火、うん、はい、弱火にして約7分ほどこのままの状態で待ってきます、いいんですか本当に？はい、いいんです。はい、このままの状態で待ちます。はい、はい、私ちょっと半信半疑私も自分でした時にはですね、なって思う、でこれくらいの油でこれくらいの砂糖、そういやーって一瞬思いました。でごまを、はい、これに入れます、はい、ごまが、あー、一気に、もう一気にいきます。はい、うん、でもこれで出来上がりになります。はい、すいません、はい、簡単、簡単大学芋、大学芋、はい、じゃああちらの、うん、出来上がりです。出来上がりました。お召し上がりください。はい、いただきます。いただきます。お茶もちょっと苦いけどすいません、うん、美味しいです、ね、大学芋なってますね。大学芋、うんうん、あっという簡単、うんうん、してください。簡単ですので、ね、うん、やっぱりあの細胞の強みがね、効いてるんですね。そうですね、はい、うん、地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市内の巻にある如月窯さんの器を使用しています。如月窯さんでは象眼や焼き締めの手法を取り入れた繊細で女性らしい作風が人気です。